And the strategic alignment between our two countries is unprecedented. I look forward to working closely with you to make our alliance even closer. さらにより一方的な現状変更の試みというものは、これはインド太平洋を含めたどの地域でも決して許容してはならず、そのための同盟力の抑止力、対処力を強化していく必要があります。会談では、ロシアによるウクライナ侵攻や中国への対応、日米の抑止力、対処力の強化などについて議論しました。また、木原大臣は会談後、日本が2026年度から取得予定の巡航ミサイルトマホークについて、およそ半数を最新型のブロック5から一世代前のブロック4に変更し、1年早い2025年度から取得を始めることで一致したと明らかにしました。木原大臣は、我が国の防衛力の抜本的強化を早期に進めることに資するものだと強調しました。